とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いきましょう。さあ、今日は古代狩りを5周いきましょう。まあ、まだまだ欲しい装備たくさんあるからね、今日も5周行っていいやつを狙っていきましょう。もうアイテムがもうかなり溜まってるのよね。めちゃくちゃ溜まってるんで、どんどん使っていっていい、どんどん入れていっていいからやっていきましょう。うん、全部 80% ぐらいでいけそうだね。さあ、どうだろうか。古代人いっぱい出てきてくれるかな。こればかりは運だけども、お願いします。プラス20で回っていきます。よし、調子いいね。一発目から来た。でもまあ、ここは何だったっけ、魔法使いだよね、死の魔法使いだよね。おーおーおおお、やるね。おお、やるやる。思った以上に強いぞ。よしよしよ。プラス20って意外と強いんだな。ワンパン圏内かと思ったらそうでもないや。おお、また槍か、また槍の場所か。でも槍はいらないんだよな。強い槍って、これなんか強いイメージ全くないんだよ。ああ、いつか見る見るそうか。どっちも微妙か。モーグが何が出るんだろうね、ここ。多分モーグもなんかあるはずなんだろうけど、ここばっかり出ないでよ。なんか一個のところが出だすと出まくるからね。1周目終わり。なんかこれ羽入れていった方がいいね。ハズレ引いた時に羽入れておけば交換する手間が省けるし、なんか楽だわ。ファイアブランドって最初結構俺使ってたんだけどね、実際今考えるとそんなに強くない気がするんだ。やめときましょう。いりません。達人、いらないね。いらないね。呪いは、ダイナモか。ダイナモ。いや、いらないかな。武器のダイナモってそんなにね、今のところ使い道ないよね。ないと思う。これ良くない？これは、クールダウンでしょ？クールダウン、ポーションバリア、で、真ん中を、雪玉。で、魂の最大値を上昇だから、これ使えない？これは、リフレッシュで、使っていけるような、ちょっと待って待って、今使ってるリフレッシュ用の防具が、あ、英雄のこれだ。全然いいかもしんない。クールダウンがつくし、雪玉で魂の増量をすれば普通のヤービルドとも一緒にやっていけるね。これ買おう。なんか良さそう。うん、パワーは後であげようかね。で、ダイヤモンドのツルハシ、いらない。殺戮、いらない。いらないね。いらない。ミステリーはどうだ？さっきね、すげえ惜しいのあったのよ。さっき。ポーションのクールダウンと、HP6% 吸収がついてるやつがあったんだけど、エンチャントが微妙すぎてね。はい、では2周目いきまーす。お、ここはグリムガーディアンだよね。グリムガーディアンか。よしよしよし。お、こいつは大好きだ。爆発つけてるから周りの敵は倒しやすいはず。いや、もうあいつだ、倒し、輝きついてるからもうゴリゴリ回復するんだよね、これ。あー、もう1対1にしないとパワーが違うね。
やっぱ20のやつは強い。ナイスハメ。ウィザーは出ないな。次はここか。俺の中で一番いらないやつがここなんだよな。おい、あ、でも変更あるから全然大丈夫だね。スタノアーマーは幾分か欲しいって思うこともあるけど、他がもうここはいらないからね。まあまあ出てきてくれた分嬉しいや。2周目おしまい。まあいい感じで古代人の数は出てるね。お、英雄。あー、いやいやいや、さっきの勇者が結構良かったんでこれいらない。いりません。次、太陽の愛、これ使う？これ使ってる人を俺多分見たこともないと思うけどね。太陽の愛、いや、まずこのメイスがいまいちなんじゃない。わ、また英雄が出たぞ。英雄が出た。どうだ。あー、微妙、微妙だよね。おー、いらない、いらない。お、生きた、来た。なるほどね。マルチロールがつくのはいい。マルチロール、幸運がいい。いやー、いらないね。破滅、弱体化付きの破滅か。いや、いりませんね。次、おっと、ここ誰だったっけ、誰だっけ、久しぶり出たな、ここ。ここなんだ。ああ、はい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 。だから特殊な戦い方ができるんだ。おお、はい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 。おい、はいはいはい。おわ、やったやった。ちょっと待って。嬉しい。汚れたクロスボウだ。マジか。いや、ちょっと待ってよ。このエンダーマン、輝きだから。これ倒せないぞ。ちょっとこのエンダーマンは、この装備だ、無理だ。とってもじゃないけど、減らせない。いや、いけるか。いや、難しいわ。これは、回復するから難しいわ。いい感じだね。1回目、2回目、3回目と、だいぶ、ばらけて、古代人が出てきてくれてる。これは嬉しいね。もう少し、お前。で、とりあえず、まず、周りを倒していこう。うわぁ、トゲがひどいな、これ。よし。あと、お前だけ。いくぞ。あ、もう、逃げた。おおおおお、フロストアーマー。いいんじゃない、いいんじゃないの。3周目、おしまい。いい感じだね。今回マジで結構いい感じ。爆縮、おっと、おー、なるほどね。悪くないよ。テンポセフト、お、いや、速射でもいいね。速射か、テンポセフト。で、ダイナモに、あー、いやー、マルチと無限が同じとこにあるんだよな。そうね。発射レート上昇をマルチか無限だったらこれ最高だったんだけどな。いらない。やめとこう。やめときましょう。中途半端なやつは持っててもね、使わないんで。ダメダメ。いらない。まず刀がね、いまいち使えないんだよね。お、バーストボーストリング2がついてダイナモ。でもいらないでしょ。いらないかな。次。お、スパイダー。スパイダー頼むよ。いやー。いやー、今持ってるやつの方が強いな。エンチャントが微妙すぎる。勇者は、やっぱさっき出た勇者が最高だわ。さっ
きなやつはよかった。火はどうだ。あー、いやー、手数が多いのはね、吸血がそんなに向いてないんだよな。うーん、やめとこう。はい、次行きましょう。いじめる脅威か。やっぱりね、おい、ボールがなんか違うの出てきてくれれば。今回、めちゃくちゃ出てくる。